皆さんこんにちは。今回は間違い探しの写真編です。左右に並んだ写真に3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを80秒以内に探してください。それでは早速始めましょう。1問目です。ポイントの写真です。違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、男性の位置が変わっていました。二つ目は、 P が B になっていましたね。そして三つ目は、黄色い丸が消えていました。ポイントもたまれば嬉しいシステムですね。それでは次に行きましょう。2問目です。虎の置物の写真です。違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、笹の葉が消えていました。二つ目は、模様が消えていましたね。そして三つ目は、紐がなくなっていましたよ。見つけられましたか？イラストよりも写真の方が難しいですね。3問目です。間取り図の写真です。違うところを3箇所探してください。
終了です。答え合わせです。まず1つ目は洋室が変わっていました。2つ目は物入れが広くなっていましたね。そして3つ目はシャープペンのここが長くなっていましたよ。4問目です。キッチンカーの写真です。違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。まず1つ目はポールがなくなっていました。2つ目はスイーツのイラストが消えていました。そして3つ目はドッグの文字も消えていましたね。それでは最後の問題です。ホテルの写真です。違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。一つ目は鳥の羽が変わっていました。二つ目は照明がなくなっていました。三つ目はシーツのシワが消えていましたね。それでは最後におまけ問題です。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。終了です。見つけることができた方はぜひコメント欄にてお待ちしています。この問題は以前配信した動画です。概要欄に記載している URL から答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは
脳トレを無料プリントとして配布しています。ホームページもチェックしてくださいね。コメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。